T11 クラス。今回本当に練習中の助走がうまくいかないことがすごくこう気持ち的にも焦っていたところがあって、今回はいつも見てくれてるトレーナーさんにも来てもらって最終調整してもらって、うまくは助走自体はいったので、そことりあえず記録を残して今までやってきたことをちょっとこう試しをして一個ずつやっていけたらいいねっていう話だけです。大会ができたというところの反応をいただけますか？本来だったら5月の頭かなに、3月5月っていうところでこう試合に臨んで少しずつこうステップアップっていう形を取りたかったんですけど、コロナの影響でずっとできなくて、練習もできたりできなかったりっていう中で、まあ、今年1本も飛べなかったら走れなかったらどうしようっていう風な思いの中で開催をしていただけたので本当に良かったなと